エベル・マクシミリアーノ、ダビド・バネガは、アルゼンチン・サンタフェ州、ロサリオ出身のサッカー選手、セビージャ FC 所属、ポジションはミッドフィールダー、4人の兄弟がいる、地元のニューウェルズ・オールド・ボーイズの熱狂的なファンであり、右足の裏側に、クラブの紋章のタトゥーを入れている、サンタフェ州、ロサリオに生まれたが、首都ブエノスアイレスにある、ボカ・ジュニアーズの下部組織で育ち、18歳の時には、 将来有望なタレントだとみなされるようになった。2007年1月にチームメイトの MF フェルナンドガゴがスペインのレアルマドリードに移籍しバネガが後継者に指名された。2007年2月10日の CA バンフィールド戦でトップチームデビューし4から0で解消した。レギュラーの座をセバスティアン・バタグリアから勝ち取り MF フアンロマンリケルメと共に攻撃陣の主力となり、 同年のコパリベルタドーレスで優勝を果たした。わずかな試合しか出場していないにもかかわらずバネガーが途中交代する際にはスタンディングオベーションが送られた。バレンシアでプレーするバネガー2008年1月5日、スペインのバレンシアと5年半の契約を結び、ボカジュニアーズには遺跡金1800万ユーロが支払われた。アトレティコマドリード戦の後半から途中出場してデビューを飾った。 2008から09シーズンはアトレティコマドリードにレンタル移籍し UEFA チャンピオンズリーググループリーグの PSV 戦でデビューしたしかしアトレティコではレギュラーに定着できずアウェーでのビジャレアル戦とアルメリア戦で退場処分を受けた得点力、得点意識が低くボカ時代から無得点を継続していたが2009年4月18日のヌマンシア戦にて プロ初得点を挙げた。2009年夏には、プレミアリーグのエバートンに移籍する寸前だったが、労働許可証の取得の問題から実現しなかった。2009から10シーズンは、バレンシアに復帰し、開幕戦のセビージャ戦でにアシストを決め、2010年1月のビジャレアル戦では、バレンシアでの初得点を決めた。2014年1月31日、地元のニューウェルズオールドボーイズに、 レンタル移籍し、6年ぶりに母国復帰を果たした。2014年8月17日、恩師ユナなエメリが率いるセビージャへの移籍合意が発表された。2016年7月6日、イタリアセリエへのインテルへ3年契約で加入。同年8月21日のキエーボ戦でイタリアデビューを果たし、10月2日の AAS ローマ戦でセリエへ初得点を記録。 2017年3月12日のアタランタ戦では、キャリア初となる、ハットトリックを達成したが、ポジションを確保するまでには至らなかった。2017年7月3日、フルス、セビージャへ900万ユーロで復帰を果たした。2007年には、U-20 アルゼンチン代表として、カナダで開催された FIFA、FIFAU-20 ワールドカップに出場し、 FW セルヒオ・アグエロなどと共に優勝トロフィーを勝ち取ったバレンシア CF に移籍してすぐの2008年1月にはアルゼンチン A 代表に招集され2月6日のグアテマラとの親善試合でデビューした同年8月には U-23 アルゼンチン代表として北京オリンピックに出場しアルゼンチンの金メダル獲得に貢献した 2013年3月26日のワールドカップ予選、ボリビア戦で同点弾となる代表初得点を挙げた。アトレティコ・マドリード2008から2009、ニューウェルズ・オールド・ボーイズ2014、ボカジュニアーズ・バレンシア CF ・セビージャ FC、U-20 アルゼンチン代表 U-23、U、アルゼンチン代表、ありがとうございます。